こんにちは。こんばんは。ロジスティック島でございます。えー、今日は FTA の原産地証明の問題にですね、えー、を出したので、回答と解説編になります。陶芸も超えた第11回。全部で20問の問題があります。だから11回を、えー、迎えているわけです。まあ,あの、その後もどうするかってこともちょっと考えてなきゃいけないんですけどもね。はい。それでは、えー、行ってみましょう。では、まずですね、 その今回の原産地証明の試験問題に関してですね、えー、簡単に説明しておきますと、なぜその問題を出しているかというとですね、あのまあ、ストレートに言ってしまうと、実際に今証明をしていらっしゃる方々のちょっと知識が少しレベルが低いといったら失礼かなあの、もうちょっと知ってもらった方が安全安心だと思いますので、それを確認するために、本人たちが確認するのと、我々もそれらをレベルアップをするってことでですね、 FTA 原産地表面の試験を、えー、行ってます。第6回を、えー、前回、えー、4月ですね、4月に行いましたで。その時20問出させていただいてですね、平均点が非常に低かったです。問題自身が難しくなったという感覚はないんですが、37点です。我々の設定している合格ラインは85点。もうそれで言えばですね、50点近くの差があるわけですね。なので、えー、皆さん、 ですね、いや我々だと私だったらこれはく取れるよって方々いらっしゃると思うんで一度その問題にチャレンジしてみてくださいでもし、えー、力足らないなと思うんだったら試験を受けていただくとかないしは、えー、実際ですね我々が用意してますウェブ学習のツールを使ってですね学んでいただくと道は早いんじゃないかなと思ってますでこのクイズもそうですし試験もそうなんですけど問題自身は、えー、と何も見ちゃいけないってことは全然ないです 何を見てもいいです。ネットで検索してもらってもいいです。それから知った人に聞いてもいいです。極端に言ったら、カンニングっていうのがあります。別にカンニングしてもいいです。答えにたどり着くことが一番大事なので、それらができるかどうかの問題です。はい。で、前回、えー、問題11問目出しましたので、回答の日になってます。よろしくお願いします。問題、えー、正答率67%点。67 え実際は3人中2人が問題解けてるってことなんですが、私としてはもうちょっと、あの、生徒率上では欲しかったなと思ってます。では問題をちょっと振り返りましょう。日インドネシア協定の VA ルール、CTC ルールの双方を満たすですね、HS コードで8414.10の製品があると。日本商工会議所の原産品登録は VA ルールで行い、まあ、付加価値基準ですね。行い、このまま輸出している。 製品には変更はないが、今後は同協定の CTC ルールを適用したい。VA ルールで原産品登録をしているが、CTC ルールでも原産品登録してよいかという話ですね。まあ多分このですね、背景にあるのは、VA だとですね、まあこれをやってない会社もすごく多くて問題なんですけど、付加価値基準、まあ昨今のようにですね、えー、為替例とか変わったりとかですね、材料費が高騰してですね、 え、もう、その VA を計算する根拠自身がしょっちゅう変わっている場合は、もう頻繁に減産性を確認した方がいいわけですが、CTC ルールはそれらに対して影響を受けませんので、CTC で証明した方が、えー、定期的なチェックをするのが楽になるということですね。なので、CTC ルールでも減産登録をしたいっていうのは、まあ、ごくごく自然なことです。もし、そうされずに VA が楽だからってやってらっしゃる会社は気をつけてください。 定期的な減産判定をしとかなきゃいけないっていうことを肝に銘じていただきたいと思います。で、次のうち最も適切なものを一つ選択せよっていうことで、一番はえ VA で取ったんだから CTC では減産判定依頼することはできませんよ。もうこれ取ってますよね。だからダメですよっていうことなんだ。というのが一番。二番は VA-CTC ルール双方で減産登録をしてはもうして問題ないということで、いや別に問題ございませんよっていうのが二番です。 で3番は、さすがに1個取ってしまったんだから、違う協定ですね。例えば、インドネシアだと、えー、今のところですね、あの、日アセアン協定っていうのがありますので、日アセアン協定で CTC を取ってしまえば、まあ、取れるよねっていうことなんですが、えー、どうなのかということですね。で、解説に入りたいと思うんですが、まあ、日アセアン協定と日インドネシア協定って内容が別なもんですから、 関税率がどうなってるかちょっとチェックはされてもしてませんけど、えー、ひょっとすると違ってる可能性がありますし、えー、関税率がゼロであればどちらを使ってもいいとは思いますが、ただ、あのー、そういう違うもので取っていくっていうのはちょっと管理も難しいんじゃないかと私は思ってます。じゃあ、あの、回答に行きましょうか。回答は2番ですと。 複数の基準を満たすのであれば、それぞれの基準で原産品登録を行うことは、日本商工会議所に対しては可能ですと。原産品証明書の発給申請時にどちらの判定番号を使うのかを間違えないようにしなければいけないということですね。あのリストを見てもらったら分かりますけど、その中の商品で同じ名前が並びますので、間違えずに使ってくださいねと。相手の国がですね、兼任したときに兼任で来ると。要するに、原産性が正しいかどうかを確認するときには、 その判定に使ったルールで示さなきゃいけないです。なんでそこは要注意ですということですね。で過去に登録した原産品判定番号を使う予定がないのであれば、発給システムにおいて非表示設定するといと。いうことで、まあ使わないようにするには、要するに使えないようにするってのが大事なので、そういうふうにされるってことも大事なんじゃないかなというふうに思います。ですね。で、これはまあ極端にか知っとくか知っとかないかの話だというのと運営上の問題なので、 えー、なかなか、あの、まあ、さっききゃ答えてくれるとは思いますが、あの、なんかの資料にポンと書いてあるものではないと思います。で、実際の運営している中で知っといた方が絶対に早い問題です。正しいもん、いい問題だと思いますので、ね、覚えておいてください。で、我々は、あの、セ,セミナーで CTC とか VA とかデミニミスとかいろんなことを言う、あの、セミナーがあるわけですが、 それら以外にですね、実際の運用上困ってしまう問題も含めたウェブ学習ツールを作っております。それが300問ぐらいあって、これをまた数を増やしてますけど、それらに対する解説、どんなものなのかを示したものが YouTube ビデオにありますし、それから QR コードからアクセスできますので、一度見てください。これらを学ぶことで担当となってですね、不安に駆られるんではなくて、 ちゃんとやできるような内容を理解した上で進めていけるようになるわけです。で、実際ですね、まあ11問ありますので、それなりのボリュームはもうでに出てるわけですが、サンプル問題もまたあのトライできますので、一回やってみてください。また我々は、えー、この Web 学習ツールをですね、使ってらっしゃるご担当の方に向けてですね、セミナーもしてます。あの一般セミナーじゃなくて、その方々専門にセミナーをすることもありますので、まあぜひともですね、 試してみてくださいであの。金額もですね、個人が勉強できるぐらいな値段に抑えております。1万8000足す消費税ですね。なのであの、ぜひともトライしてもらえたら、あの皆さんのですねあの、業務の効率化、そして兼任時の安心感につながるんじゃないかと思います。はい。今日の問題11問目、解説いかがでしたでしょうか それではですね、えー、第12回目問題となりますが、皆さんにまたお会いできることを楽しみにしています。それまでにですね、もしよろしければ、いつお会いできるかってこともありますので、チャンネル登録とですね、ベルマーク通知をオンにしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。またお会いしましょう。ロジスティック暇でした。